果実、スピノサスモモ、または、スピノーサスモモは、スモモ族の低木、または、小高木である。ヨーロッパ、西アジア、北アフリカに自生。両性花で、小紫色のスローと呼ばれる果実をつける。果実は英国などで、スロー人というリキュールの材料となるほか、木材は杖、特に、アイルランド伝統のコンボ杖に利用される。種商名スピーノウーザは、ラテン語で、 トゲ状を意味する。英名、ブラックソーンは黒い樹皮とトゲに由来すると言われる。果実の英名、スローは古英語のエセレイッチから来ており、ドイツ語、シュルホーシュレイエを含め、ゲルマン語派の格言語に同言語が見られる。スピノサスモモという和訳名が学級論文や政府などで確認できる。慣習的にブラックソーンは林木などと和訳されるが、 林木は日本原産の別種である。また、トゲスモモと訳す文献も参見できる。イギリスでは好みを使ってスロージンというリキュールが作られるが、現在はジンの代用として安価なグレーンスピリッツが用いられることが多い。スペインのナバラ州ではスローを使ってパチャランという人気の果実種を作る。スローからはジャムも作られるし、酢漬けにすれば、 日本の梅干しのようなものになる。20世紀前半頃まで、ジュースが偽造ポートワインに使用されていたり、19世紀末頃まで、その葉を不正に紅茶に混入することも行われていた。アイルランドでは、伝統的にまっすぐ伸びたスピノサス桃の幹が杖や、棍棒に使われる。王立アイルランド連帯の士官は、スピノサス桃の杖を持つのが伝統である。煙が少なく、 ゆっくり燃えることから、焚き木として重宝された。中世のユダヤ教学者らしが樹液をインクとして使用した。果汁は赤みがかっているが、染めると長持ちするペールブルーとなる。スピノサス桃は、生け垣や野鳥漁用の茂みの用途でも植えられる。スピノサス桃のヤブは、カチク類の小さな傷の主な原因となり、この傷は、スピノサス桃が取り去られない限り続き、 可能することもある。ドイツでは枝を束ねたものが硫化式塩田で使用するグラディアベルクと呼ばれる乾燥装置に組み込まれ余分なミネラルを取り除き塩水から水分を蒸発させる表面積を増やす市場化として利用される。葉は長命の幼虫の餌となる。ありがとうございます。